顎関節とは頭蓋の科学科と科学骨の下顎頭を連結している関節である。顎関節は外耳道の前方に位置し、以下の構成部分からなる。科学科は上顎と一体となった頭蓋骨の顎関節部で、頭蓋骨の外耳道の前方に位置している。科学科は下顎頭が収まるくぼみ状を呈している。そのくぼみの形態は全ての面が一様ではなく、 前方の角度が比較的緩やかになっている。関節結節は科学科の前方に位置する骨の盛り上がり部分である。下顎頭は関節結節の面を滑走することができる。関節円盤は科学科と下顎頭の間に介在する円盤状の血管のない強靭な背に性結合組織である。その円盤形態は中央部が薄く、その周囲が ドーナツ状に厚くなり、さらに、その周囲が薄くなり周囲組織に移行している。関節円盤は、強い圧力に耐える性質を持っている。関節円盤は、関節の動きに伴って移動して、関節運動を滑らかにする役割を担っている。関節円盤の市場断面形態は、科学家の最も深い位置に相当する部分が厚く。 その前方が薄くなり、さらにその前方が少し厚くなっている。関節円盤の前円は、外側翼突筋状頭と繋がり、外側翼突筋状頭が収縮することにより、関節円盤は前方に移動する。関節円盤の後円は円盤後部組織につながっている。円盤後部組織は、多くの血管及び神経が分布した。 蘇生結合組織により構成され、関節円盤が前方に角に移動しないように後方から関節円盤を支えている。下顎頭は、下顎骨の一体の関節突起先端部で、楕円型を呈している。顎関節を包む繊維性結合組織の膜で、側頭骨の下顎学下の周囲より起こり、関節突起の下顎頭周囲に付着し、 関節下と下顎頭を保護している。その内壁は薄く、前壁はその限界が不明瞭で、後壁は厚い。関節法は顎関節を包み込み、内部を守る役割を担う人体である。その他に顎関節を守る人体には、側頭科学人体と超科学人体、茎特科学人体がある。人体はある程度変形することができるが、 強靭で進展しないい性質を持っているただし、突発性であっても持続性であっても、大きな力が加わると人体は進展することがある。人体に進展が生じると、人体機能は脆弱化し、その機能は低下する。顎関節は他の関節とは異なる以下の特徴がある。第一に、左右の顎関節が一体となり、下学骨を支えていることである。 科学骨は一回であることから、左右の顎関節は、共同運動を営み、一つの顎関節が運動すると、必ず他方の顎関節も何らかの運動を行うことになる。第二に、顎関節は、他の関節と同じように回転運動を行うことができると同時に滑走運動も行うことができることである。この滑走運動は、他の関節には見られない特徴であり、 下顎の複雑な運動を可能にしている。第3に、顎関節は上下顎の歯の接触により、その運動をコントロールされていることである。以上の特徴から、顎関節に支えられている下顎は、複雑で特徴的な運動を行うことができる。また、上下の歯の接触により影響を受けることから、その接触に異常が生じると、顎関節は不適切な刺激を受け、 何らかの障害を受けることがある。オケソンは、顎関節のバイオメカニクスに関する理解の必要性を指摘されている。それらは、一体の顎関節が、一回の化学骨につながっていることから、一方の顎関節運動は、独立して運動することができないこと、左右の顎関節は相互に影響を与える複雑な、 システム下に置かれていること、顎関節は左右の下顎頭を軸とした回転運動と前方移動の複合した運動を行うこと、科学科の中にて下顎頭が安定する機構、後部結合組織の構造と機能、関節円盤の移動と外側翼特菌状頭との関係、下顎と移動時の安定状態などに関する基礎概念である。下顎頭は科学科内において 単純な回転運動と前方への滑走運動を行うことができる。下顎頭の単純な回転運動は、両側の顎関節中心部を結ぶ線を軸とした下顎の回転運動となる。下顎がこの回転運動を行うとき、顎関節の構成部分はお互いの位置関係を変えることはない。一方、下顎頭は科学科の全壁を全下方に滑走することができる。 下顎頭が前下方に滑走運動を行うとき、関節円盤が外側翼突筋状を頭に引き寄せられて前方に移動する。両側の下顎頭が同時に前方滑走すると、下顎は前に突き出ることになる。片側の下顎頭のみが前方滑走すると、下顎は反対側の下顎頭を軸にして側方に回転することになる。以上のことから、 顎関節の回転運動と滑走運動は、下顎の開閉運動、左右同時の滑走運動及び左右どちらか一方の滑走運動とが組み合わさった複雑な化学運動を可能にしている。歯を噛み込む時に収縮する筋肉は、抗筋、側頭筋、内側翼と筋である。これらの筋肉は、歯と顎関節との間に位置しており、顎関節を支点にして、 価格を引き上げる働きをしている。その結果、人は前歯で麺類を噛み切ったり、剣士で肉を噛み切ったり、九死で食べ物をする潰すことができる。歯、咀嚼筋、顎関節の関係は、テこの原理にて説明できる。すなわち、歯は作用点、咀嚼筋は力点、顎関節は支点に相当する。テこの種類としては、第三種テコに分類され、 作用点と視点の間に力点が存在する。第三種テコにおいては、力点に加えた力よりも、小さい力が作用点に伝えられる。科学科が受ける圧力が一定なものと仮定すると、前歯で噛み込む力は小さくなり、球肢で噛み込む力は大きくなる。球肢で噛み込む力が前歯で噛み込む力よりも強い。理由は、作用点と力点の距離が短いからである。 ありがとうございます。